続きましては両足外側ポジションです。このようにディスクの外側に両足を踏みつけることによって擬似的にこのようにガニ股スタンスを取ることができます。実際に多くの方はこのガニ股スタンスを取れないでいます。このように力めば力むほど内側に絞り込んで股関節を固めてしまっている。そういう方にとってみれば両膝を広げる感覚でアドレスをするということによって柔軟性がある股関節を得られる。それによってしっかりとしたターンを生むことが可能になります。ではまず打ってみます。今ご覧になっていただいた方はお分かりだと思うんですが、ダウンスイングにおいてもこのシットダウンポジションと言われるガニ股に一瞬なるポジションを得ることによって骨盤の回転がスムーズになっていきます。そういった意味でもこのガニ股ポジション非常に大切な感覚になってきますので、ぜひしっかりと養ってください。